のリーダーなの？でも今日からここのリーダーは私。あなたは私の手下になるのよ。どうしてって？はあ？そんなこともわからないの？私の方が優秀だからに決まってるでしょ。そもそもあなた、約束の時間に遅刻してくるなんてリーダーとしての自覚が足りなさすぎるわ。それは謝るって？謝るのは当たり前よ。聞かれる前に遅刻の理由を言いなさい。料理と掃除と洗濯をしていたから遅れた？今日は手伝ってくれる人がいなくってって？ここってそんないい加減な管理をしてるの？そういうのは当番制にして手下にやらせなさい。家事が苦手な人もいるから。バカ！たとえダメでもこき使うのよ。そうしないといつまで経ってもできるようにならないでしょ。もういいから、使い魔のリストをちょうだい。明日までにシフト表を作ってくるから。